はい、皆さんこんにちは、アニプランズです。ですね、この間島村園芸さんに行ってきたんですけど、最近島村園芸さん行きまくってるんですけど、年明けももう3回ぐらいは多分行ってると思うんですが、島村園芸さんで商品の映像とかって残してなかったなって思ったんですね。過去に1回だけ動画配信してるんですけど、その時に比べてだいぶアガベも増えてきたので、具体的にどういったアガベをどんな感じでこう陳列してるのかとか、まだ行かれてない方にはぜひそういったところをお見せしたいなと思って相談したところ、もう何でも撮っていいですよって言ってくださったんで、もう遠慮なく撮りまくってきました。はい、ということで、今からその撮ってきた映像っていうのを流しながら説明なんかをしていけたらいいなと思いますので、そんな感じで今日は島村さんのご紹介みたいな形で動画を流していこうかなと思います。ということで VTR スタートです。はい、ということでこちらが島村園芸さんになります。国道4号線沿いの南萩島っていうところの道路沿いに面してて、めちゃくちゃ広い園芸店になります。僕はいつも北越谷駅で降りて、で歩いて島村さんまで行ってるんですけど、歩くと大体20分ぐらい文教大学の横を通って行ってる感じですね。で、入り口に入ってレジの前のブロックにアガベがもうこんなにたくさん入ってます。大体ここは最近入荷したものとか、シュミカさんのいいやつ、最新のをこうやって見せてる感じですね。これは最近買ったジャガーノートになります。で、こうやってクローン株なんかをたくさん陳列していることが多いですね。これはマガンのクローンになりますし、ちょっと前にはね、シーザーなんかもたくさん入ってました。で、大量のブラック&ブルーが今回こうやって陳列されていた感じになります。で、僕これ持ってないんですけど、バンブルビーって、オオスズメバチオオスズメバチですね。名前が独特なんですけど、こういう台湾系っていうのか、シャークソードだったり鳳凰だったりとか、これも一株ずつこうやって砂に埋められてたんですけど、台湾系のアガベが多いイメージですね。で、こうやってオオスズメバチの親株、シャークソードの親株っていう風に写真もありました。で、最近すごい安くなってきたかなと思うんですけど、こうやって SAD なんかももうこんなに1万円以下で小株が買えるような、そういう時代になってきたんだなと。まだこんなに残ってるんで、ぜひ SAD おすすめですね。で、その反対側に行くと、シュミカさんのこういった少しこう育ったクオリティの高いアガベなんかもちゃんと置いてあります。育成を楽しむっていうのもいいんですし、こうやって出来上がってる株なんかを購入してめでてっていう風でもいいかなっていうところですね。で、その上にはちょっと成長した海洋なんかもこうやってありました。海洋もね、僕も小株買いましたけどね、楽しみっすね。はい、そんな感じで数多く取り揃えてる感じですね。これハシビロコウの置物なんですけど、こういう置物も一応販売物として2代目ハシビロコウ15万で売ってましたね。で、そのブロックを越えて中に入っていくと、真ん中のブロックにメインというか、こちらにもたくさんアガベが陳列されていたんですけど、こちらもですね、割と台湾系が多かったんです。台湾系というか漢字でこう示してたりとか、こうやって日月とか見えますけどね。この日月って言うんでしたっけ、めちゃくちゃいいやつ1個だけありました。実際に見るとすごく葉分厚くってコンパクトでしたね。で、その真ん中の上の段に
にこういった親株なんかも陳列されてました。これは何でしたっけ、飛球っていうんですかね、飛球の大株も1個だけありましたね。挙手が独特でかっこいいですね。こんな感じです。で、その次なんですけど、2、3ヶ月ぐらい前に入ってきた京紫ユーバエの大株、これも来た瞬間すごいざわっとしてましたし、このハデスはあの恐竜牙の方なんですけど、これは僕が初めて行き始めた時にずっと置いてある、まあ、シンボル的なハデスですね。みるみる大きくなってます。で、こちらもかなり大きめの黒鯨が2つ立ち並んでいました。はい、まあ、こういったのをドーンと構えながら下の段とか左右にこういった、小株なんかを陳列していっている感じですね。基本的にはあの太陽の光を浴びせてるんですけど、 LED でもこうやってあのプラスで当てて、ちょっとこう植物がね明るく見えるようにしてるって感じですね。こちらはクラウンですね。僕の持ってるクラウンと同じぐらいの大きさで、クオリティもまあそこそこっていう感じですけど、まあ、クラウン限定1個販売中ですっていう風にこうやってライズさんですっていう広告も貼ってありました。まあかなり名前というかネーミングによってあの価格の変動もまちまちで、めちゃくちゃ高いものからリーズナブルなものまで幅広くありました。このイランエメラルドとかね、18万とかしてますしね。で、これ僕は6月ぐらいに買ったイタリアミリクロン、だいぶ減ってきて、今もう数えるぐらいしか残りなくなってきてるかなっていう感じですかね。で、これもさっきあった飛球ですね。この辺はまだ未発根なのかなっていう感じで、ね、こういう風に水苔に、入れて発根管理しているものも中にはありました。ちょっと比較的値段が安くなってんのかなって感じです。で、またさらに別の棚にですね、こうやって鬼爪だったりとか、ちょっと小さめの SAD と、その左側はこれなんだっけな、黒ひょうですね。黒ひょうもね、ちょっと大きくなったらクオリティが上がってきて、かなりいい感じでしたよ。 SAD ももう葉っぱの数がたくさん出てきてるんで、もう少し詰めて締めたら割といい挙手が出てくるかなって感じで、で、これはシャークショウイだったかな、なんかストレスカラー満載なんですけど、挙手がかなり僕的に好みな株でした。詳細はよくわかんないです。で、ブロックの裏側は、後ろ側はプランツバイザコアさんが委託販売してるエリアでしたね。こんなにたくさんザコアさんの在庫も管理してるので、ぜひあのザコアさんの方もですね見ていただけたらなという感じです。ホテルへの未消とかもたくさんありましたのでね。で、これレジ横にあったんですけど、これね、ブツブツですね。参考親株はこれ金セミ親株なんですけど、これ30万ぐらいします。さすがに親株手に手出す人いるかわかんないですけど、まあやっぱ今人気のね、あのこれは金銭っていう中国産のやつで、でライズ産だとねマカロンとか言ったりするんですけどね、まあこういったのもありましたね。で、園芸用品とかもすごい充実してました。トレーだったりとかポットだったりとか、まあ、あとは奥の方行くと肥料とか土とかで、びっくりしたのがライトもあったんですよ。パネルライトとか LED の電球だったりとかもあったし、土はこうやってあの種類別にこうやって入れてくれてるんで、例えばヒューガ土がないなとかなったら、ヒューガだけ1リットル買っとくかとか、そういうのもできるしね。
でこれ僕結構お気に入りの鉢なんですけど、これ穴が開いてないのがちょっと難点だったんですが、自由に開けられるんで、こういったところもかなり融通きかせてるなって感じがしました。はい、そんな感じで一通り見ていきました。まあとりあえず現場からは以上ですかね。はいはい、そんな感じでいろいろとこう見てきたわけなんですけど、まあ特徴としてはチタノタがほとんどメインに見えたかもしれないんですけど、あれはほんのごく一部で、それ以外にもチタノタ以外のアガメもたくさんありましたし、入り口のそのレジの近くの一帯と中に入っていた真ん中の一帯、ザコアさんのエリア、まあ、この3つが一応アガベメインで取り扱っているエリアになります。でアガベメインというかアガベだけでそんだけこう使ってるっていう状態なので、かなりねアガベ来てますよね。そういう意味ではあれだけエリアを拡大してるっていうことはやっぱりそれだけ需要があるっていうことなので、映像には残さなかったんですけど、アガベ以外にもカイコンとかユーフォルビアとか、まあ、エケベリアとかそれ以外の観葉植物、まあ、コウモリランだったりコチョウランだったり、あのお花系だったりとかめちゃくちゃあります。もう1日いても足りないぐらい、あの2階にもありますから、大きめの観葉植物とかがあるんで、まあ、そういったところもすごく充実してるなっていう感じは取れました。でちらっとあの見えたかもしれないですけど、パキプスがあれだけ並んでましたからね、ハシビロコをこうやってあの囲んでましたからね、まあ、あんだけパキプスだけでもあんだけ陳列されてるんですけど、あのパキポディウムもすげえありましたから、グラキリスのなんか畑みたいなのもあるんで、まあ、それぐらい充実してる島村園芸さんなので、アガベに特化して僕は購入させてもらってますけど、まあ、いろんなその植物育てられてる方はぜひ一度行かれてみるといろんな発見があるんじゃないかなと思いますので、という感じで今日は撮れるだけちょっと動画をですね撮らせてもらいまして、いろいろアガベの紹介なんかをさせていただきました。はい、そんな感じで今日は終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあチャンネル登録とか、高評価してもらえると大変嬉しいです。ということで次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。